このお尻の部分のわあっと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 、あ、言うこと聞いて。いつもありがとうございます。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回はこちらのディアゴスティーニさんの楽しいつまみ細工11号のこちらのチューリップを作る動画になります。こちらのアジサイのペンダントなんですが、前回のウールのブローチは作らなかったんですけど、今回のアジサイのペンダントはサリーがアジサイ結構好きなので作ろうと思います。で、こちらの動画は別の動画になります。概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。ちなみにこれ花瓶買いました。あのライブとか見てくださってる方、気づかれた方いらっしゃるかもしれないですけど、また100均でちょっとね、なんかこういう海外、あ落ちちゃった、海外のお庭とかにありそうな感じの、おっとまた落ちちゃった、花瓶みたいなデザインのがあったので、ちょっとこれにね、口が結構ね広いので、これに全部入れることにします。それでは早速作っていきましょう。頑張っていきまーしょい。はい、じゃあ今回の内容なんですけど、まずアジサイ用かな、花台紙の分の厚紙が1枚と、あとこれ紫色のちっちゃい布がたくさん、多分紫色は2種類と、あと緑色があるかな、それと緑の大きい布が2枚、あとこの9ピンと丸カン、これが1つずつ、多分ここまでがアジサイのペンダントの分になると思うので、これは一旦置いといて、4cm×4cm の黄緑色の布が4枚分と、これも同じく 4cm×4cm の赤の布が、これは1枚、同じく赤の今度は 6cm×6cm の布が6枚、それからワイヤーが1本、これが今回作るチューリップの分になると思います。そしたら前回の続きから作っていきます。はい、じゃあ前回の続きからなので、前回作った花台と、あとね、前回サリーが先走って丸つまみまで終わってるこの布が3枚あります。今回ね、最初丸つまみで合ってたので、もうサリーはここから始めようと思います。そしたらまず前回と同じように、ここの丸つまみを裏返しにしてあげます。よいしょ、おーっと息が良かった、こんな感じね。あ、で前回のチューリップね、結構ボンドの跡がすごかったんですけど今ね映ってないけど、サイネリアが大変なことになってるこれね、サイネリア短いからね、花瓶から出やすいんだよね。これなんですけど、まあ最初よりかはだいぶ綺麗になったかなと思います。あの乾いて透明になったから綺麗になったんですけど、それでもね、やっぱよく見るとここら辺がやっぱり赤はすごいボンドなので、これから作られる方はちょっと気をつけた方がいいかなと思います。で、今回の黄色はそんなに目立たないね。そしたら、そう、まずは全部裏返しにしてあげます。ここの開くところ、ここの横の部分を開いてあげて、 T の字にしてあげたら、これね、ここ T の字にしてあげたら、ここを裏返す。なんかここがすごい、この子出っ張ってるというか、ここが厚い気がするので、ここ切っちゃおうか。ここ少し切ってあげよう。よいしょ、ちょっとね、切りすぎ注意。あ、やばい、切りすぎたかな
言ってるそばから、ちょっと待って、ボンドで止めよう。言ったそばから切りすぎた。よし、ここに薄くね、薄く塗って止めとく。よし、オッケー。こっちは大丈夫だね、多分大丈夫。じゃあ最後、よし。これさ、布が大きいと花びら作るのはちょっと大変だけど、裏返しにするのは楽でいいね。前回と同じように、この花びらの内側にボンドを塗ってあげて、この花台の周りにちょっとこうやって下から引っ張りながら、花びらはちょっとずつ重ねながらこう貼っていきます。で、今回3枚しか花びらがないので、一重で貼っていけばいいんだと思います。ではボンド塗って貼り付けていきます。あ、で、詳しい説明が見たい方は、前回とやってることが同じなので、前回の動画を概要欄に貼っておきます。そちらもよかったらご覧ください。よし、じゃあボンドが濡れたから、ここからよいしょ、こんな感じでいいかな。よいしょ。今回多分さ、つぼみなんだよね。つぼみだから、ここの花びらのところこう開いてないし、結構がっつり閉じちゃっていい気がする。よし、なんかもう花びらの重なりとかをあんま気にせず、がっつりギュッとしちゃっていい気がするんだよね。あ、なんか前回の踏まえてすごい上手くなった気がするんだけど、見て、ここまで結構上手じゃない？あと最後、ラストラスト、ここで全てが決まる。あ、待って、最後の1個がなかなか問題児かもしれない。うん、頑張れ。どうだ、いった？ちょっと開きかけ。ちょっと待って、3枚の花びらの先が開かないように指でつまむ。もうめっちゃつまんでるんだけど。これさ、もうちょっと上の方にボンドつけて、ここにもさ、ボンドをちょっとだけつけて、これでこう貼っちゃったらどう？よいしょ。どうどう？まあまあよくできたと思う。ちょっとここ開きかけてるけど。まあまあ、これから咲くということでいいでしょう。そしたら次、この緑の布なんですけど、またアネモネの時みたいに色鉛筆で塗らなきゃいけないみたい。今回さすがにマーカーダメだもんな、この塗り方。うーん、しょうがない。ちょっと色鉛筆を買ってきます。はい、それでは色鉛筆を買ってきたので着色をしていきたいと思います。ここの 1,2,3 四隅の部分を 1.5 センチくらい塗っていきます。色鉛筆なんて使うのめっちゃ久しぶりなんだけど、こんな感じでいいのかな。なんかサリーのやつ濃いかな。100均のね、こういう色鉛筆を買ってきたんですけど、なんか日本よりちょっと濃い気がする。まあいいか、これもこれで可愛いよね。よし、 1.5 センチ、これくらいかな、もうちょっとかな、こんなもん、こんなもんかな。じゃあこれを全部四隅に同じように塗っていって、このね、残りの全部で4枚分やっていきたいと思います。
はい、じゃあこんな感じで四つ角全部塗れました。最初はこっちだけで塗ってたんですけど、これねちょっとあんまりお行儀のいい削り方じゃないけど、こっちとこっちで色が違うので、こっちのね明るい方でもその上とかから塗ってミックスさせてみました。なんか明るくなってこっちの方が可愛いかなと思います。よし、そしたらこれを作った時みたいに、まず丸つまみを作って、で乾いたら裏返しにしてあげようと思います。丸つまみやっていこうかな。ちょっとアジサイをね先に作ったので、アジサイの時にね丸つまみのつまみ方もう一つ発見したので、そっちでやっていこうと思います。まずこう普通に折って、折ったらこの端っこを真ん中の頂点に合わせるように持ってきてあげる。よいしょ、こんな感じね。そしたらこれを半分に折る。これで丸つまみで、これをこの部分でよいしょボンドで、おっと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 、ボンドで貼ってあげる。これでよいしょ、こっちも貼ってあげて、ここも貼ってあげる。よし、こんな感じで丸つまみをまず作っていきます。はい、じゃあこんな感じで丸つまみができたので、ここら辺まだ、あ、でもまだ乾いてないな。ちょっと乾いてから裏返しにしていこうと思うので、先にワイヤーの方やろうか。はい、じゃあこのワイヤーなんですけど、これは今回はね20センチの長さにカットしていきます。20センチはここだから、ここでカットで、カットしたらこの先を指で挟んで、だいたい 1.5 センチぐらい、 1.5 センチもないけどいっかな待って、 1.5 センチぐらいのところを指で折り曲げて、え、見本こんなになくない？ 1 センチぐらいでいいかな。これをこんな感じで挟んで折り曲げる。よし、これだけか、ワイヤーそしたらちょっと一旦乾くまで待っていようと思います。よし、じゃあそろそろ乾いたかな。そしたら今回あのここで使ったスポンジみたいなやつは使わずに、針金にこの花びらをつけていくみたいです。そしたらとりあえずこれを裏返しにするか。まずは前回と同様に、ここをこっちじゃなくて裏側にして、これを T 型にしてあげる。そしてこの花びらになってるいつものこっちの部分を裏側によいしょひっくり返して、よいしょよいしょ、よし、こんな感じねちょっと糸が出てるけど、こんな感じにしてあげます。これをじゃあとりあえず全部やってあげて、ここ開いて裏返し。してあげたら、どこにやればいいんだ？まずこっちの黄色のいつものボンドでちょっとやっ、ボンドを次塗っていこうと思います。ここの縁の部分とここの真ん中かな、真ん中の部分、あ、ちょっと塗りすぎたかな、3分の2ぐらいにまずボンドを塗ってあげる。もう少しこの横もなんか塗ってるっぽい。ここ、これくらいかな。
なんか前回はここの縁こんなぐるーっと塗ってたと思うんですけど、今回ねとりあえずここの真ん中だけ塗って、これをこうし、あ、そういうことか。ちょっと待って、この折った側を先っぽの方に向くようにこうやって置いてあげて、で、あ、ちょっと待って、難しい。でちょっと待って、ここで押さえて、このね端っこ、このお尻の部分の、わー、あ、ちょっと言うこと聞いて、このお尻の部分のは縁に合わせて曲げてあげる。こんな感じか。こうして、あ、こっちでも折るのか。こんな感じ、これでいい？ちょっと全然止まってくれないこうだね、こうだね。ちょっと待ってね、こうしてもう一回ここで折る。よし、こうだこうだこうだ、よいしょ、こうだねこんな変な感じになっちゃったけど、まずここの最初折ってあげたところをこっちの先っぽの方に向けて置いて、ここの部分でこの縁に合わせて90度ぐらいで折ってあげます。そしたらこの縁がなくなるところでまた90度ぐらいに折ってあげた状態です。こんな感じ。ここで一回曲げて、ここでも一回曲がってます。そしたら今度はワイヤーを挟んで向こう側の花びらの縁挟んで、ここかな、ここを、あ、3分の1ぐらいを除くだった、やばい塗りすぎたここぐらい、これをボンド塗って、この花びらを半分に折ってあげます。そういう感じか。こう半分に折って、でここの縁同士をくっつけてあげます。よいしょ、こんな感じ、こんな感じね。乾くまで一旦待ってから次の作業をしようと思います。じゃあ乾いたっぽいので続きやっていきます。あれだね、これこの中に入れてたあの発泡スチロールみたいなやつの代わりに布でこの花びらの部分でやっていく感じなんですね、これ。そしたら前回と同じような感じで、ここの縁の部分にボンドを塗ってあげて、あ、でも今回縁だけなのかな、こっちの中全体には塗らないのか。これで縁に塗ってあげて、よいしょ。そしたら貼り付けたここの部分かな、ここの部分、ちょっと待ってね、くるくるしちゃう。ここの貼り合わせた部分、ここの線を隠すように配置してあげます。こんな感じかな。隠してあげたら、さっき作ったこのチューリップみたいに、この 1,2,3 面ある分の1面をこうやってかぶせながら、あとの2枚も貼り付けていこうと思います。これさ、もうちょっとテキストだと縁ここら辺までしか塗ってないんだけど、もうちょっとなんかこっち側まで塗ってもいい気がする。ちょっとつけすぎちょっとつけすぎかな。これくらい塗ったら、よいしょ、ここの一面隠すようにくっつける。これも、よいしょ、あ、やばい、ずれた、ちょっと待って、よいしょ、これこうして、最後もこれね、両方こうかぶせながら、あ、やばい、あー、ちょっと待って、崩壊。こんな感じかな。あ、でもこっちは隠れてない。このね、発泡スチロールじゃないからふかふかしちゃって、ここね結構柔らかいからやりづらいかも。ちょっとここの接着部分ももう少しボンド塗ってくっつけ、
よいしょ。ちょっとほころびかけ。なんかこっちのさ、黄色の方ががっつり閉じてる感じがするのは気のせいかな。なんかこっちの方がさ、まだ色づき始めだから若いような気がするんだけど、こんな感じでいいんだろうか。そしたらとりあえず今回のチューリップ完成です。じゃん、今回のチューリップも完成しました。イエーイ。今回多分どっちもつぼみなんじゃないかなと思うんですけど、こっちは発泡スチロールの花台がある方で、こっちはね、布で花台を作ってる方なんですけど、こっちの方が触るとやっぱりしっかりしてる感じがするし、なんか見た目的にもね、こっちの方がしっかりしてるような印象があるんですけど、こっちはね、やっぱりちょっとふかふかするし、見た目的にもちょっとまだ柔らかそうな印象かなと思います。で、このね、先っぽの部分は、これどこの100均だったかな？キャンドゥかなんかで買った色鉛筆2色分使って、濃いのと薄いので塗ってあります。やっぱ2色使った方が少し明るくなって良かったかなと思います。こんな感じ。で、これ塗るときなんですけど、ここのね、端っこに向かってこう縦に塗っていった方がなんか綺麗に塗れた気がします。さっき言うの忘れちゃった。チューリップは5本全部で作っていくようなので、まあ、前回作った、抜けるかな、あ、抜けない。前回作ったここのね、チューリップと合わせてあと2輪作っていきます。結構チューリップいっぱい作るんだね。次回はこんな感じで、前回と同じような感じになるのかな、赤とピンク作っていくようなので楽しみにしていようと思います。なので今回ついてきた赤の布は丸々取り置きになります。それでは今回も最後まで見てくださってありがとうございました。これまでの楽しいつまみ細工の動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そしてサリーのチャンネルでは、視聴者さんと一緒に手芸戦隊サリンジャーを結成しています。あ、サリンジャーの皆さんとおしゃべりをしたり、アドバイスを受けたりしながら一緒に手芸を楽しんでいます。あなたもチャンネル登録をしてサリンジャーの一員になりませんか？サリンジャーのみんなはあなたの入隊を、よいしょ、待ってまーす。そしてサリンジャーの皆さん、いつも高評価やコメントなどなど本当にいつもありがとうございます。またサリーのチャンネルでは毎週水曜日お昼の11時半から12時半まで手芸の生放送をしています。お時間合う方はぜひそちらも遊びに来てください。すごいね、どんどん立派になっていきます。チューリップかわいい。はい、それではまた次回の楽しいつまみ細工の動画でお会いしましょう。サリーでした。今回主役ここだ。バイバーイ、また見てねー。